ハロー、こんにちは。LCK4 日目、ジェンジー VS ノンシンレッドフォース。ジェンジーは初戦で T1 を倒しています。今年メンバーガラッと変わって、トップにドランの代わりにキーン、ジャングルピーナッツの代わりにキャニオン、DK の照明家キャニオンデュオがバラバラになってキャニオンがジェンジーに、そしてサポートデライトの代わりにレヘンズ、まだできたばっかりで T1 には連携の部分で勝てねえだろうと思ったんだけども、めっちゃ強かったね。サポートのレヘンズがロームして序盤破壊するゲームがありましたね。キャニオンも何でも使えるし、去年はちょっと不調だったけど、やっぱベストジャングル LCK よな、ここ5年ぐらい。ジェンジー強えや。元そのジェンジーも昨日どこのチーム行ってたっけ、ほぼ HLE とかだっけ、強かったけどね、ドランとかピーナッツとかピーナッツザックで無双してたわ。一方ノンシン、トップがまあまあ強いんだっけ、それぐらいかなと。ピーターが可愛いぐらいしかわからないや。新人多めの感じがしますね。でピックはファーストピックでルシアンでアフェリオス、ミリオでナミ、アジール、セジュワニ。セジュワニを取るとトップでメレーのヨネとかジャックスとかと相性がいいですが、ラストピックでトップ何を取る、ジェンジーでタリア、アジエに対してタリアは多いね。超ビーのタリアか。タリアうまく使える人少ないけど BDD ぐらいかな。あと超ビーも使えるか楽しみなところで、ここでトランドゥル、セジュワニのカウンターチャンプと昔から言われている。セジュワニはパッシブで殴られてない間アーマーとマジックレジェストがめちゃくちゃ多い。でここでダリウス、キーンのダリウスで、このキーン選手は知らない方も多いかもしれないんですけど、昔からめっちゃ強いって言われてた。でもあんまりネーム知らない人が多い理由は、アフリカフリックスっていう弱いチームに 4,5 年間幽閉されてたというか、まあめっちゃ金払いがいいところに 3,4 年ずっといて、それでもずっと強くて、去年からKT 行って今年はジェンジーと、強いチームに最近入ってきてる感じやね。昔から強いと言われてた。で世界大会でなんかタンクトップビクターとかね、結構特殊なチャンピオンもできる人だし、ここでカウンターピックのダリウス。ハロー、こんにちは。ジェンジー VS ノンシンファーストゲーム。ジェンジーはやっぱやっぱ優勝候補だよな。メンバーがやべえよ。キーン、キャニオン、チョービー、ペイズ、レヘンズ、もう一人一人ベストプレイヤーになり得るプレイヤーたちだよね。キーンもそうだし、キャニオンもそうだし、チョービーもな。でトップはダリウス。このウディアトップがね、 LCK で最近すごいメタで基本全員使ってるかな。なんでウディアかっていうと、もともと連戦強かったんだよね。でなんでこの新パッチで使われるかっていうと、序盤押し勝てて、大体押して、タワーとタワーの間でファーム食うプロクシーして、トップ側の視界取ってグラブを先に取るみたいな。ブルーサイドでウディアが特に人気かな。グラブをほぼ確定で取れる、序盤プッシュ力高いし。あんまりウディアのアンサーがなかったんですよ、みんな。ただダリウス、ダリウス連戦破壊するガッツですよ。世界大会で見た方も多いでしょうが、でレベル1でジェンジー攻めていく。いやここ最近ね、 LCK レベル1とかからもう激しくボトムレーン戦いますね。ADC がよくバリア取るんですが、今回はバリアではない。ルシアン相手ね、 ADC バリア行く人多いんだけど、ペイズはゴーストだね。アフェリウス超得意ピックだよ。でアフェリウスサブルーン不滅なんだ。あんま ADC 緑のルーンいかないですけどね。でセジョアニだからトップの 2v2 強いよ。ここでスローかけてフラッシュがない。ウディア
綺麗にダリウスがゴッツしていく。デイオムさん、じゃあボトム側で反対に行きたいけどウェーブ押し込まなきゃいけない。ツーウィツジェンジツエが裏からとランドル、ビッグディルドを生やしてのフラッシュイン。いやー、こっちもこっちで決めていく。でボトムのウェーブ状況も全然よろしくないね。ウェーブコントロールも完璧だ。ナミルシアン、お互いジャングル決めます。まあ、プラン通りだね。お互いセジュアニダリウスでトップレーン破壊してダリウスは育つと。これダリウスは育たないとね、アジール ナミルシアン相手回転されて終わるからな。ダリウスが強くなることは本当に大事。ベタ足なんだよねこのキャラクター。いやー、キャニオントップクリアからの早めのギャンク。トランドルは2レベのギャンク、こっちもこっちですごい早いっすね。いや3レベではあるか。どうやって3レベになったのこいつ。あーウォル、あー自分のウォルフからスタートしてんだね。はい、チキンスキップしてトランドルがチキン食いづれえから。ダリウス309日ぶりの LCK。 ドゥンドゥンがこのウディア使ってる選手が最後使ったらしい。ってことはダリウスの知識も多少あるんじゃねえか。ドゥンドゥン、とても連戦が強いキャラですね。できればウディアはねダリウス相手連戦しないでタワーとタワーの間でファーム食いたいんだけど、そのチャンスを得ることはできるかな。連戦したくないですからね。でブルーサイドは、まあ、地形的にドラゴンが食いづらくて逆にトップサイドのヘラルドとかグラブが食いやすい。でグラブがねあんまり価値がないようにここ3日 LCK 全試合見てるんですけどないので、ちょっとグラブがね罠だからブルーサイド側がきつい気がすんだよな。ドラゴン食いづらいってのがねブルーサイド。ただ今回レッドサイドで有利取ってるの でミッドもタリアで動けるキャラです。アジールよりもプッシュ力も速くて、トップの主導権は明らかに握っているジェンジ。レッドサイド側でグラブを狙います。タリアアルティメットで寄るのも速いし、まあ、プッシュ力も速いんでね、この有利を生かして一旦グラブを取っていく。で逆にノンシンとしてはドラゴンが取れれば正直ワースではあるんだけど、タイミング的にボトムデュオが帰ってる、そしてジャングルも帰ってるタイミングなのでドラゴン取るのが遅れてますよ。トランドルボトム側に向かう。セジワにここで自分のクルーグに行ってドラゴンを捨てるのか、それともグロンプに向かってボトムをカバーしながらドラゴンを守りに行く。どっちだ。ボトム側に向かいそうだ。しかしいち早くボトムをギャンクしに来る。この新シーズンの新しいえぐいルート、裏から回り込める。これ昔はレクサイとかね射程の長いブリンクができるキャラしかできなかったんですが、今ならなんとタワーショットも食らわずにあの道から後ろから来ることができます。昔はタワーショット2発3発食らってたんでああいうことできなかったんですが、これが新シーズンレッドのボトムサイドがきついと言われている理由の一つかな。トランドルなんてベタ足であんなギャンク刺さんねえんだけど裏から行くのがうまい。そしてコールミーが狙っていくが後ろに仲間がいる。コールミー煽りピンを足して煽りエモートでミッドギャップ言うてたのに味方が先に来た。チームギャップ、悔しかったらいい味方を引くことだな。でもボトムでペイズが1人で置いてかれてるので HP 半分削られる。ここでレヘンズ ADC に「プレイセーフ What the fuck」と一発言ってあげて、サポートがジャングルと動いてるときいないときはねファーム1つ2つ失ってでもいいからね、こうやってダメージ食らっちゃいけませんよ。
でボトムの主導権はナミルシー、ルシアン2キルで、ルシアン1バックでサポートアイテム買いませんね。基本みんなサポートアイテム買う、特にグマイシが買うんですけど、このノンシンの AD キャリー、まあ、序盤かなり強気でいきたいのか、サポートアイテム買わない、サポートアイテムスケールするアイテムですからね。で後ろからレーンの敗北者ウディアが走ってくる、走ってくる、プレッシャーで敵を追いかけて遅らせるだけ。ダリウスはテレポートがない、ウディア非常に硬いジャンプ。トランドルがドラゴン獲得して、アジールがいないけどもドラゴンをウディアのおかげで取れる。でダリウスもここで急いでウェーブプッシュ、タワープレートを取っていきたい。このドラゴンでかいね。逆にアフェリオスがサポートアイテムを買っているぞ。レーンも負けてるのにこのサポートアイテムを買って余計序盤きつそうだ。しかし序盤負けてて逆転するにはこのサポートアイテムをアップグレードするしかないのかね。負けてる時こそメジャーみたいな感じで。アフェリオスで買うのは初めて見ます。おっと、チョービートランドルに捕まる、トランドルフラッシュ、しかしトランドルのアルティメットで削られるがポーションが耐えます。トップトップ、おっしゃおっしゃおっしゃ、出血、シールドは間に合うか。いやこれギリギリ耐えそうではある。ウディアテレポートがありますがタワープレート一気に持っていかれる。まあ、死ななければいいよ。トップのファームさ見てください。これ88対47、15CS1 キル分と言われてます。プラスタワープレートまで。ダリウスはかなり育ってはいるが、構成的にダリウスもっと育たないとね、差を広げていかないときついチャンピオンです。特にルシアン育ってるんでね。ルシアン특유의밀어내는플레이를얼마나잘할것인가이거에좀포커스가갈것같아요뭐성장자체는어느정도눈에좀들어올정도로하고있는데今回セジュアにどういうビルド行くんだろうね。トランドルに防御力全部吸われちゃうからね。セジュアニがパシブ持ってる時、トランドルがウルト使うとセジュアニのパシブ込みの防御力を盗んで、逆にセジュアニがその状態で、おっとバブルが入る、レヘンズギリギリ耐えた。アフェリウスは敵を追い返してくれた。アルティメット打つけども、ノンシンのボトムレーン2人どっちも避けて、オーケー。ジェンジーは負けてはいますが、いや負けてはいるのはボトムレーンだけだ。トータルゴールドは全然勝ってる。そしてグラブ6つ、6グラブ、後ろからトランドル、後ろからトランドル、ナミのバブルアルティメット系サポートは捨てて、ここで ADC を捕まえたい。ペイズはできるだけウェーブクリアをしたい。なんなら1人持っていけたらベストではある。6グラブは取ってますジェンジ。しかしタワーを触れなければ意味がないんですね。このボトムディオ、ルシアン並みが育ってるから、こいつらがミッドレーンに行って先にウェーブを押し込んでサイドレーンに向かうと、サイドレーンもプッシュできなくなってタワーを殴れなくなるので、結局ボトムレーンがね、負けてしまうとプロの試合では特にグラブを使った運用がやりづらいってのがあります。でここでタワーダイブを狙う。わーお、でタワーオール速度が速いよ。ダリウスシング持ってるわけでもねえのに、確定ダメージも入るしミニオンもね出てくるし、チョービー、タリアでファーム捨てて動いて、でテレポートでまたミッドのファームも食っていいね。昔のチョービーにはありえないローミングスタイルで決めてくね。おっとアジールウルトでパスできる。タリアのフラッシュがあと2秒というところだったかもしれないな。今一瞬フラッシュがなかったように見えたぞ。タイミング完璧だ。いやーウディアがねゴーストだからね。いやーそこの道を防いだのでけえな。ウディアが行ける場所が本当なかった。
でボトムレーンで何が起きた、セジョネが助けに来るが、ボトムレーンはどうだ、いけるのか、セジョネウルトをうまく当てるが、フェリオスがそれにフォローアップができない。ナミのアルティメットが強かったかね。でも HP を削った、ドラゴンが出る直前に HP を削ったので、このプレッシャーでドラゴンが欲しい。しかしトランドルのディルドとバブルに捕まる。ジェンジおっと、トランドルが突っ込んでくるが、トランドルファッキン強えぞ。ウルトはないが、ウディアが寄ってくる。ウディアがレーン負けてるのにファッキン動いてくる。ダリウスにミアピンがソロ級だったら飛んでくるが、味方がしっかり耐えてダリウスもミッド押し込んでから、ゴリラがファッキンドラゴンに向かう。5対5が起きそうです。でダリウストップのタワーバキバキにして、うわミッドのタワープレートやばい。トリニティフォース持ってるから余計やばい。こいつ何個タワープレート取ってんだ、バケモンだ。トップのゴールド差3400対6250、ホーリーシュートほぼ2倍です。ダリウスドラゴンを始めていく。ソロ級あるある育ったトップレーナー、一人でゲームやるやつで、生きてシャットダウンゴールド渡して GG チームって言って FF するやつ。金はどうかな。無駄にサイドレーン行かないでグループアップしようとして、なんか孤立して死んでファーム落としてまくられるやつ。ダリウス、わあ CC 無効化で引っ張りを耐えた。これ引っ張られるとね、確定でコンボ食らっちゃうんで、Q が絶対つながっちゃいますから、これフック食らうのはまずいですよ。 CC 無効化ない、ウディア以外は。でこの正常人のスキン可愛くね、なんか頭に冠つけてんだけど。でダリウス側でゲームやりますね、もちろん。ダリウスが引っ張る、O と WQ 合わせてタリアが来るが、どうだ向こう側、相手がボトム3人いるのでミッドもナミルシアンで攻める。アフェリウス1人で耐えることはできない。セジョニがウディアの HP を少しでも削って、ドゥンドゥンが煽りエモートダンスしていく。逆サイドでミッド&トップ&ヘラルド取ってるので、オブジェクト的には脳神が有利。いいね、カットルレーンを勝たせる、これがリーグオブレジェンド。皆さんも参考にしていこう。キャニオンはしっかりゲームをやっている。逆サイドで死なれても、ピンされても、勝ってるレーンを助けるんだ。ボコられてるやつら助けたって救いがねえ、ボコられてる理由がある。おお、でもこの3人で敵の HP を削って、いやキャニオンやっぱうめえわこの男。 DK ファックだったかもしれない去年。なんでこの男がこんな不調だったんだ。やっぱショットコーラーが必要だったんだって。レヘンズもショットコーラーだし、やっぱベリルが必要だったんだよ DK に。いやタワーボキボキだねこれ。これさ LCK10 試合以上見たけど、ここまでうまくグラブ使うチーム初めて見た。マジでうまい、めっちゃうまい。トップレーンゲーがマジでうまいね。でミッドレーナーのチョービーもしっかり寄って徹底的にトップレーンを育てていく。でヘラルドタックルでミッドタワーは貫通するノンシーン、まあ、ノンシーンはねミッドエディシャー育ってますよ。チョービーがらしくないファームしてます。なぜならアルティメットで寄ってトップレーナー勝たせるっていうね、チームの勝利条件に貢献しているので、まあ、自分の CS が全てじゃないことに気づいたチョービー。 CS 食ってて試合勝てるんだったら、そんなねあの世界大会優勝も5回ぐらいしてますからね、うん。そしてコールミ、とんでもねえところでパスをする。敵の陣地の近くだぞ、味方も近くにはいないが、味方が助けに来る。ちょっと味方が遠かった、波のダブルバブルが当たり、チョービーが助けに来る。ゴリラがアルティメット、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、マザーファッカー。オーマイガーデ、アジールがやらかした。しかも一人で生き残っている。味方が近くにもいないのに切ってアルティメットを打っていく。お前がフェイカーだと思ったけども、お前の名前はコールミーダー、フェイカーではない。なんで俺こんなに人を打っていくの。てか今日調子いいんだけど俺流れるように出てくるわボンヒス出たらもっとこのテンションで毎回やりてえな。LCK のウォッチパください
원하는 바를 이루지 못했고 체력들이 골고루 빠진 상태에서 다리우스가 갑자기 난입하니까 Damn! Dunk! Dunk! Boom! アフェリウスにキルいいね。ダリウスが全部キル取っても勝てませんよ。ダリウス支援来た。あ、ミッド行くよ。あ、ちょっと引きながら、ミッド行くよ。あ、行くよ行くよ。はい、ボーン。はい、ボーン。あ、気持ちいい。ナイス。クソ冷静だわ、ゴリラ。결국이런상황속에서탈리아가가지고있는압박감세주안이를상대로지우도풀지는힘든거고아지르야라카시테미카타코로시테히토리다케이키노코타히키오모노레드포스정말그동안좋은득점들많았는데많이어려워졌네요かなりさっきのスローはでけえぞトータルゴールド一気に5000ゴールドに広がったおっともう一回行くそして味方が狙われるがトランドルセジュアニのアルティメットを打ってギリ生き残ったダリウスがいないところで戦いたいんだうんダリウスがトップで見えたからねダリウスがいないところで戦いたいタイミングはいいよしかし味方がちょっと遠かったねフォローアップができなかったちょっと焦ってるのかもしれないやっぱこのゴリラのせいでゴリラトップレーンに偽り続けるウディアは1対1できねえから寄ろうと中途半端に寄ろうとするんだけど優柔不断すぎるどっちなんだいどうするんだいテレポートが来るからダリウスも寄るダリウスも寄りに行くトランドルがドラゴンを盗んだ後ろからアジールとウディアがいち早く来るゴリラが来るまでちょっと逃げなきゃいけないジェンジノーシェが敵を追いかけるチョウビみんなうまく逃げるそしてゴリラ登場でセジュアニも前に行くゴリラとブタのファッキンコラボレーション後ろにペイズが ADC 一人で孤立してるタリアのアルティメットで壁を作ってあげてえのオーシェットゴリラが来るみんな逃げろ波のダブルバブルが決まったしかしゴリラがやってきたしかしゴリラベタ足でもデッドワンプレートで足が速いフックをフラッシュして避けるファッキンフラッシュ OP じゃねずるくね상황이급하고뭘해야되니까억지로라도뭘하는겁니다근데그럴때마다젠지가フラッシュずるいわなあゴリラ卑怯だよなあれいやでもジェンジーもさゴリラがいねえのねよくああやってねドラゴンまで行っていけたよねまあ盗まれたけどいやギリギリ攻めるね本当はいやバブルうまいわピーートータルゴールドは7000ゴールドさ20分7000ゴールドはもう無理レベルだね3000でもきついのに7000ゴールドさ唯一あるのはドラゴン2つまあ、ダリウスがねテレポートがないんでダリウスがサイドレーンを押してる時がチャンスですなのでアジールのエンゲージがかなり大事になるアジール以外ちょっとエンゲージがないのでダリウスがサイドに見えた瞬間を狙うしかないね トランドルテレポートもあるしこれトランドルテレポートじゃあウディアだウディアのテレポートタイミング大事ですここで今ウディアが見えあのダリウスが見えるこのタイミングでテレポートここ分かってるねシルビーあジーウかでも死ぬ死んだら意味がねえスモートいやーダリウスがサイドにいるからねこのチャンスをっていうことで ADC がマイブリンクするんだけどもルシアンがマイブリンクして死ぬ現象これダブルリフトと言われるやつですねクラウンのビクターにマイブリンクして集団戦勝ったのに LCK チームにほぼ勝ってたのにワンパンされるやつダリウスそろそろサイドタワーがないのでダリウス大体寄ってくるんじゃねえかなおおとうまいねウルトで逃げるのセジュアン逃げられるか硬いがトランドルのウルトがあるので怖いぞダリウスがいないところでもう積極的に動くいやノーシーンもいいねダリウスがいないところを狙うのはいいよでもね構成がねトランドルはキャッチ能力がないんだ柱1本ぐらいしか立てられないスローは結構重いっちゃ重いけどこれで間を変えとかだったら捕まえられるのよだから結局ね CC 正義なわけよ CC 持ってるチャンピオンみんなも使おううんマルザハール最強
이제 어차피 다리오스 입장에서 더 이상 사이드 뭐 깰 게 없어서 본대 슬슬 합류 의미 나올 것 같고요. 어, 常に 고릴라가 사이드에 있을 때 자신たちの 베이스 の外にいる時を狙うのが大事。これね、ほんとね、ソロ級でもみんな参考にするべきよ。こうやって積極的に行くべき。相手のトランドル、サイドライン、フィオラが育ってる、そいつを捕まえに行くんじゃなくて、そいつらがあのマップの中心よりも中央よりもあの奥側、敵側の方にいる時に狙うべき。自分たちのベースの近くにいるのに、こうやって4人に入っていくとゲーム終わっちゃうからね、うん、結局ミニオンウェーブを押し込む時間があるので、そのタイミングを使うことが重要だ。しかしジェンジーが突っ込む、ゴリラがいる、ゴリラがいるタイミングで戦っちゃいけないよ。視界を取りに行ったんだよね、わかんないけども。ダリウスが今サイドに見えてないのに突っ込んだら押し目だ。ダリウス突っ込む、ダリウス走ってくる、迷いがないこのゴリラ。リップ、저게증오의사세같은경우도망했을때그나마좀어떻게견제용으로가려고가는템인데、네、저걸로다리우스를막기는쉽지않을것같아요。아이전련바로는이미얻어맞고싶다든든은야너무논신와위로만받고있고요이狙い方하시てた레드불바로니제니쪽으로構成がそれを許さなかったけど다시보시죠리엔즈라도한방에잡았을지모르겠는데메보기너니좀빠져오이미리오갔다なんでこんなミリオ買ってえの보자마자막콜미야피쳐도막화들짝놀라서뺐어요이거는진짜뭐、네、싸우면의지가꺾입니다이거싸우면말도안되는거예요그래서전투생각하지않지병력을뒤로돌렸는데근데문제가이제다리우스가붙었을때가문제인데예지금은붙어있는데드래곤을取って논신시간을稼ぐか5対5するのか다리우스가가는길이곧길인데드래곤을捨ててもいいんじゃないかさすがに다리우스가가면그냥그게길이에요막아야됩니다네이거는싸우면진짜말도안돼요못이겨요그냥絶対勝てませんね。ドラゴン別に2つ目なんか渡してもいいからね。常にサイドレーンを押し込んでダリウスが見えた瞬間裏にテレポート。그때노려서본대에서승부를봐야될것같은데ジェンジーもそれ分かってるから、サイドレーンダリウスが押してる時はみんな気をつけて4人で行動する。これが大事。피할수가없는거잖아요。물론또그런관점에서봤을때농심레드보스가계속시도를하고있다는것자체는좋아보여요。자콜미는이제모자쓰고한번심기일절하고있는데자신의정글안쪽이점점점어두워지고다가아페리오스育ってんね。サポート아이템もあるからルシアンよりも火力あるよ今。회복시키고있는건맞는데저속도가굉장히미미할거고지금이거밀리는속도가우디아와조반強いけどミッドレート게임은本当弱いですからね。で빌드가なんだこれ。アナセマチェインダリウスにつけてスプリット止めようとしてんのかな。ミッドも押し込んでるよ。そしてタリアがアルティメットを使ってそこに入っていく。ダリウスフラッシュフック、ほーしえやばい今の。おいジェンジー強え。ノンシーンも勝ってるチームなんだけどね。おい今年のジェンジー化け物だよ。去年よりも強えよ。もう知らんけど、いやマジでキャディオンマジでいい。ほんとキャディオンうまいな。長兵もめっちゃ良かったし、もちろん言わずもトップのキーンもそうだけど、